いや、ラスゲまでは行ったんよ。ユールーズもらっちったよ。はい。HP アイテム使う。HP アイテムは使う。もう。はい、行きましょう。もうね、この美の女神っていう、美の転生だっけ？美の転生っつったらもう美って言ったらもう弁財天だから、弁財天でやってみようみたいな感じの思いつきで動画を撮り始めて早い1時間半。勝てんのよ、勝てんのよ。いやまあね、こう、イメージ的に言うと、まあ、地雷踏みますからのドレインで回復しますでなんとかなりますパターンを動画にしたかったんよね。弁財天いつまでも現役だねみたいな感じで動画にしたかったんだけど、いかんせんね、難しい。はい。まあ、つうわけでね、やっていきましょう。もうね、喋り疲れた。もうさっき前もずーっと喋ってたんだけど、要はね、まあ、前に、かなり前の動画なんだけど、マベツムじゃねえよ。あ、なんだっけ。よし、よし。よし、いいね。耐えて。よし。ほら、貴族船のさ、爆絶、なんだっけ、ドワセチさん。うわ、下行った、マジか。お、戻ってきた、ナイス。オッケー。これでここ抜けれるわ。まあ、要はね、貴族船のほら、地雷クエストの爆絶のワープのあそこ。あそこで、前に弁財天でハマれば結局回復できるっしょみたいな感じの動画を撮ったのよ。で、弁財天でそう考えると、もう死なないよねっていうスタイルになったんで、今回はチャレンジしております。いやー、なんだっけ、もう爆絶の名前忘れちゃうとか、ほんと年だな。めっちゃ好き。マグメルだよ。そうそうそう、マグメル、マグメル。マグメルでさ、地雷踏んだとこうやってハマると、ハマれんかって嘘でしょ？初手がもったいない、初手がもったいない。うわー、しかも一体倒しおった。バカティン。いや、俺がバカか。マグメルできたから、ここでもできるかなと思って撮り始めて1時間。さっきがね、奇跡だった。いろんな奇跡が重なって、勝てそうやったんだけどね。まあでも大丈夫。弁財天を信じよう。今回は HP アイテムも使ってるから。はい、つうわけでやっていきますよと。HP か。次、何もしてこないんだよ。そう、何もしてこないターンが結構あるから、極論さ、HP1 でもあればいいんだよね。いっ。でーね、こんな食らって即死球でしょ？でも死なないの。敵が何もしてこないから。そう、こういうターンをうまく使ってあげることによって、死なないプレイができるのよ。SS はね、なるだけ温存したいの。ほんと、なるだけだけどね。上行くなよ、上行くなよ。オッケー。はい、3P が。で、次は、だここで即殺できるかなんだよ。俺はできると信じるけどね。友情に頼るするのはやめよう。ぶん殴ろう。行くぜ。よし、オッケー。そこの、今 HP6050 残ってるじゃん。これが大事なんだよね、このクエストにおいては。何もしてこないターンが作るっていうのは、やっぱ所詮超絶だなと思ったね。いや、これはもったいなすぎる。ハマっちゃってんじゃん。初手でね、マジシャン1体倒したいんだよ、絶対。初手マジシャン、マジ必須。SS 使っとくか、ここ。ここで単純火力として使おう。ちょっと暴れ気味に。価値はね、最悪残ってもいいんだけど、まあ、できれば倒したいけどね。明日行ったか。あ、まあ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 、9大点、9大点。そう、1体持ってく、それが大事。で、HP のベンチャーは目立つから下に、下か。3手目か。マジサンズ横。あ、踏んでるし。でも次は何もしてこない。あ、ティファルトなんかするな。さほど痛くなかった気がする。8万食らって。お、い、オッケーオッケー。今ね、HP の弁財見ました。あまりのスピードに地雷を踏んだけどダメージを受けないという謎エフェクト。エフェクトじゃないな。謎ムーブ。おかげ助かったけどさ。で、友情コンボ出しつつ減速で止まりつつ。オッケーオッケー。で、次がそこそこ痛い攻撃してくるから、これが怖いのが、殴り終わった後抜けて地雷踏んじゃうんだよね。だから、SS 使うか？いや、でも、コンコン丸した後に4万食らっても別に死なないんだよね。理想は減速壁で止まる。
いやー理想は儚いな。オッケーオッケー、大丈夫大丈夫。うん、そんなもんだろ。で、この子 SS 使えないんだけど、次、何もしてこないんで、もう地雷を回収。いや、痛いけど大丈夫。泣くほどじゃない。ここで決めたいな。まあ、左手も再回復するから。うわ、その動きはないわ。あ、でも、まあまあまあ、ちょっとボスを削ったし、ハートも取ったし、偉い。さすが弁財天。このクエストに対するやる気を感じる。そうだよな。美といえば弁財だもんな。で、次、左下ないんだっけ？さっき食らったはずなんだけど、あー、でも、これは渋いぞ。弱点を自ら封じてる。耐えて、あ、どかしてくれるのか。ありがてえ。次、即死球かもしんねえしな。一応、打っとくか。多分、抜けない、真ん中は。狭くて。いやー、マジで。あ、オッケーオッケーオッケー。帰ってきた帰ってきた。SS 打ってよかった。はい。じゃ突破でございます。ちなみにね、この編成やってて一番きついのがマジでステージ。なんでかっていうと SS がないから。そこなんよね。このピンチの時のオールアンチ、これが噛みすぎる。で、ここは多分回復ステージなんで、まあ気楽にやっていこう。と思ったけど、待って、ここハマっても、後でハマれるから、倒しづらいとこ行こう。あー、最悪。うわー、最悪だー。やっちった。これがね、すごく良くないです。でも価値は処理したいんだよね。なんでかっていうと、価値、嘘でしょ？耐えれるか、次。価値ホーミング。OK。ただ、そう、価値のホーミングもらっちゃうと、結局価値に対するカウンターキラーが残っちゃって、ボスに対するキラー消えちゃうんだよね。これね、魔導士とティファレタ同じなのよ、種族が。それはカウンターキラーで分かった。ゼロ突破かな。回復した。OK。4万8000はでかい。さあさあさあ、あとワンステージでボス。だいぶ慣れてきたからね、このクエストも。で、あー、そこか。HP に任せるか。HP に任した方がこれはいいでしょう。はまれるし、一手で2体処理するし。で、カウンターキラーみんなもらったし。はい、回復ごちそうさまです。で、そう、出てくんだよね。こっからよ、こっから。次。あー、でも、なんかしてくるけど、8万もらったところで、別に、俺死なんし。右までそれた時は怖いな。あー、まあまあまあ、回復もしたし、よし。次、3P がね、渋いとこにいるんよ、これ。ここ SS だな。みんなで真ん中にまとまっちゃうとでも叩きづらくなるけど、まあ、しゃあなし。抜けてくれ。抜けるのが一番理想系。おお、期待に応える弁財天。じゃあ SS3 本残し。悪くない。さっきはね、SS1 本しかなかったから、この時点で。よっしゃ、よっしゃ。上、あー、下に溜めすぎた、ベンちゃんを。暴れ暴れで上はまり。いやー、そこはまり。2PSS 打てんだもんね。いや、でも待つか、4P まで。4P 横間で処理できるんだよな。で、3P が SS 打てないから、それが怖いのよ。でも次何もしてこないターンだから、ここで、あわよくば上、うまくかまってくんねえかな。
壁にならんといて、壁になるなら倒してくれ。あーマジか。でもね、これ思うんだけど、弱点6倍だけど弱点外で普通に削れてんだよね。そこら辺はまあ超絶だなって感じ。やばい。おお、減速壁ありがとう。次は攻撃してくるからちょっと HP は取っときたいところなんだけど、 SS 打っとこうかな。ここはいや耐えれそうな気もするんだけどね、正直。行こう。もう9時36分、あまり時間ないし。あと最近ね、私事なんだけどね、最近になってやっとポケモン始めまして、ポケモン始めたっつうか、ソード&シールド奥さんとかってやってるんだけど、面白えな、ポケモン。本当にやったの多分10年ぶりぐらいかな。あの、金銀のリメイク以降やったんだけど、新しいポケモン増えすぎてわけわからんし、伝説ポケモンもめっちゃ多いし、なんかすごいね。すごいゲームになったね。さあ。で、ワンセット持ってきたいから、次 3P が横間で登ってくるから、左だな、左セット理想。カウンターキラーを消してほしくないから。あー、まあ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 、おナイス。カウンターキラーを守っていくスタイル。縦軸に配置してくれる。全然一発当てられる。あ、やべ、それた。止まれ、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 止まれ。あ、止まらん。でも大丈夫。6万あれ余裕だ。あ、一応ね、言うけど、弁財天、あの、見てゴリゴリ強化してあります。まあ、こんな動画撮るからね。で、ここは、ムーブ雑でいいんだよね。そう、次何もしてこないのよ。だから、速攻地雷全部踏んで、最後、ハート取るなり、一回殴るなりして。いいね。で、ここが大事。ここは SS 打ちたかったんだけどな。いや、怖くね？いや、ステイしたい、ステイしたい。いや、どうする？これどうするよ。横？最悪殴れるか、横なら。それひよってんな。でもひよってねえから、弁財天だから。よし。でここは SS でいいべ。危なかった。ちょっと今焦ったわ。自身の HP の少なさを鑑みてなかった。でさ、これ右上にさ、キャラ1体置いといたらパーンってはまれそうじゃない？さっきボス戦やったからさ、分かったんだけど、この右上のところ。ね、ロマンだよね。配置はいい感じだな。これ横にしよう。ね、今多分なんか斜めに行ったらすっぽ抜けそうな気がしたから。で、ステイして、HP がはまりやすいから、でも次 2P が中ボス削りづらいな。行ってみるか。いやー、ほらね、いらんことした。やってんね。お、ガイドは嬉しい。あのね、さっきここで死んだんよ。これハマって回復したいな。よく書いてこう。あー、マジでよく書くんじゃなかった。ハート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 。あ、あんま痛くない。あー、でもカウンターキラー持ってかれた。カウンターキラー持ってかれたのが渋み。でも次 SS 打てるから、もうこっから SS 連だよ。
まず貴様を倒す。そしたらこれでティファレトが降りてくると思うんだよね。来た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 。で、カウンターキラーないか。行って帰って往復ちゃんで。いいね。そう、往復ちゃんしないと右上止まったら邪魔になっちゃうからさ。次のキャラの。ただまあ次どうせ 1P なんだけどね。こっから耐久です。いやー、なんか地雷怖いな。爆発すんじゃん。あれ出れる？問題は出れるかどうかよこれ。いや止まらんしょ。あそこで、あそこで止まらんと俺は信じる。勝ったはい、ご視聴ありがとうございました。ハム太郎でございます。あー勝ったー。別にティファレットのね、はい、普通に攻略したらこんな一緒なんだろうけど、きっと。ね、何が強いかはちょっと知らないんだけど、はい、ご視聴ありがとうございました。ハム太郎でございます。まあ、やはりね、弁財天の可能性という面でね、また1ページ新しいページがめくれたと思えば、私としては、幸いでございます。これ幸いってやつだね。ちなみにね、副友情コンボのおすすめは、あれですね。いや、でもアタッチボムよりやっぱ白爆だろ。うん、俺は白爆だと思うよ。はい、じゃあ、バイバイ。